おはようございます。ただいまから令和3年京都市会定例会令和4年1月特別市会を開きます。なお今特別市会の審議期間は本日から1月20日までの4日間といたします。これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は席上に配布いたしておきました。この場合議席の変更を行います。ただいまお手元に配布してあります文書の通り、それぞれ議席を変更いたします。次に本日の会議録署名者を指名いたします。重隆夫議員と安井努議員とにお願いいたします。この場合議長から一言申し上げます。昨年から引き続きコロナ禍の中で最前線でご奮闘いただいている医療機関をはじめとする各機関の皆様の懸命のご尽力に対し、さらには市民、事業者の皆様による感染拡大防止のご協力に対し、深く感謝申し上げる次第であります。この間、感染力の高いオミクロン株の市中感染が拡大し、第5波以上のスピードで感染者数が急増しております。京都府においても、新規感染者数や病床使用率等を踏まえ、感染の警戒レベルが引き上げられたところであり、まさに第6波に突入した状況となっております。こうした中、感染拡大を抑え、医療崩壊を防ぐための取り組みと、ワクチン接種の推進が極めて重要となっており、引き続きの行動の自粛や自制、感染防止策の徹底が求められているところであります。京都市会といたしましても、この危機を乗り越えるべく、より一層の緊張感を持って、感染拡大防止に取り組むとともに、引き続き京都市や京都府、国など、関係各所とさらなる連携のもと、市民生活を守り抜くため、全力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。この場合、さらに議長からご報告申し上げます。去る12月8日、中野陽一議員から市会運営委員の辞任願いが提出されましたので、同月9日、委員会条例第6条第1項の規定により、議長において許可いたしました。また同日、同条例第5条第1項の規定により、議長から市会運営委員に安井努議員を指名し、市会運営委員の補欠選任を行いました。次に、去る1月7日、片桐直也議員から市会運営委員の辞任願いが提出されましたので、同月13日、委員会条例第6条第1項の規定により、議長において許可いたしました。また、同日、同条例第5条第1項の規定により、議長から市会運営委員に山田浩二議員を指名し、市会運営委員の補欠選任を行いました。次に市長から損害賠償の額の決定及び訴えの提起についての専決処分の報告が参っております。これらの写しはお手元に配布いたしておきました。次に監査委員から住民監査請求の用紙の通知並びに令和3年9月分及び10月分の令月水道検査の結果報告が参っております。原文は市会事務局に保管してありますから、随時ご覧願います。次に、個別外部監査人から、令和3年度個別外部監査の報告書が提出されました。原文は、市会事務局に保管してありますから、随時ご覧願います。以上、ご報告申し上げます。ご了承願います。日程に入ります。日程第一、陳情の開封を行います。今回、受理いたしました陳情6件は、お手元に配布してあります文書表の通り、所管の常任委員会に開封いたします。日程第2、議第169号、令和3年度京都市一般会計補正予算を議題といたします。議案の説明を求めます。門川市長。おはようございます。本日1月特別市会の開会にあたり、議員の先生方の
ご参集を賜りまして誠にありがとうございます。冒頭、新型コロナウイルス感染症によってお亡くなりになられました方々に通信で哀悼の意を表しますとともに、闘病を続けている皆様の一日も早いご回復をお祈り申し上げます。また医療現場やワクチン接種などの現場においてご尽力いただいている医師、看護師、薬剤師をはじめたとした医療関係者、感染防止にご尽力いただいております福祉、教育、子育て支援、経済界や大学をはじめすべての市民、事業者の皆様に敬意を表し感謝申し上げます。オミクロン株の影響により全国的に感染者が急増する中、京都においても昨年12月にオミクロン株による感染が確認されて以降、年末年始を挟んで感染者が増加し、第5波のスピードを大きく上回る感染急拡大の状況となっております。1月12日には京都において警戒レベルを2に引き上げられております。感染拡大防止のためには何よりもまず基本的な感染対策の徹底が重要です。また発症予防、重症化予防の効果があるワクチン接種につきましても、京都市ではすでに接種対象者の 83.4% の方に接種していただいておりますが、未接種の方には改めて接種をご検討いただくようお願いし、接種体制も整えております。3回目の追加接種につきましては、まずは医療従事者、高齢者施設の入所者およびスタッフの方の前倒し接種を本市独自の判断でいち早く実施しております。さらに国の方針に基づきまして、すべての方の接種を前倒しすることとし、65歳以上の在宅の高齢者には1月20日から順次接種していただくこととし、続いて64歳以下の方にも含めまして、すべての希望者にできるだけ早く接種していただける体制を医療関係者等のご協力のもと、スピード感を持って構築しております。また、第5波の経験、保健所機能を抜本的に強化し、京都府、また医療機関との連携を深め、必要な人に必要な医療につなげる取り組みを徹底した結果、在宅でお亡くなる方をゼロに、命を守り抜いた経験を生かしまして、年末から保健所機能を充実強化し、応援職員による体制構築により、先手先手で取り組みを充実してきたところでありますが、現下の感染急拡大を受け、1週間あたり4000人の新規の感染者の発生にも対応できるよう、先週金曜日から保健所を380人体制へと再強化いたしました。今後も万全を期してまいります。さらに国から示された濃厚接触者の待機期間短縮も踏まえまして、迅速な積極的疫学調査を行うとともに、本市職員の感染急拡大にも備えまして、BCP、業務継続体制を再構築し、この難局に全局、全庁を挙げて取り組んでまいります。引き続き、国や京都府医師会、市立病院協会、看護協会、歯科医師会等の医療関係者、企業や大学等とも連携を深め、市民の皆様の命と健康、暮らしを守るために全力を尽くしてまいります。それでは本議会にご提案いたしております、議題169号、令和3年度京都市一般会計補正予算につきましてご説明申し上げます。今回の補正予算は、住民税非課税世帯等の方々に対する給付金の支給のほか、京都市の独自施策であります、中小企業等再起支援補助金及び応援金の充実のため、計347億2600万円を緊急に補正しようとするものでございます。まず、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてでございます。新型コロナの影響が長期化する中、さまざまな困難に直面されている市民の皆様への経済支援としては、本市では昨年の6月、特別市会で予算措置した生活困窮者への自立支援金など、政府による政策対策と相まって、さまざまな支援を実施してきたところでございます。今般、政府の経済対策において、住民税非課税世帯等に対する速やかな生活、暮らしへの支援として、1世帯当たり10万円の現金給付を実施することが新たに示され、本市においては、直ちに専任の執行体制を確立し、円滑かつ速やかに給付を開始するための準備を進めております。このための補正予算をご決意いただきましたら、早期にコールセンターを開設し、市民の皆様からの問い合わせやご相談に対応するとともに、今月下旬には特別定額給付金の口座情報も活用し、プッシュ型で
対象者の方々への支給のご案内等をお送りしてまいります。また今回の給付金の対象となる家計が急変された世帯の方々に対してましても、本市ホームページや市民新聞をはじめ保健福祉センター等の窓口において十分な周知広報を重ね、対象者の方々が円滑に申請していただけるよう取り組んでまいります。次に京都市中小企業等再起支援補助金および応援金の充実でございます。新型コロナによる事業者の方々の影響の大きさに鑑み、市会での議論を踏まえまして、昨年の2月、市会において本市独自に創設した再起支援補助金は京都の事業者は必ず守るという強い決意のもと、情勢に応じて申請件数の緩和や申請要件の緩和や受付の延長を行い、多くの事業者の皆様にご利用いただいております。さらに9月市会において再起支援補助金の支給と合わせて応援金の上乗せを行う支援の充実を図り、丁寧な制度周知に努め、申請期間も年末の12月28日まで再度延長したところ、申請件数は1万8000件を超え、予算額を 56% 大幅に上回る状況となっております。事業者の皆様をお待たせすることのないよう、一部予備費を活用し、順次支給を進めておりますが、すべての支給決定に対応できる予算として、さらに11億9900万円を確保いたします。本議会にご提案いたしております議案の対応は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上ご議決いただきますようお願い申し上げます。井上義弘議員。議事進行について動議を提出いたします。ただいま議題となっております議題169号については66名の異議をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上慎重審議願いたいと思います。ただいま井上義弘議員から動議が提出され、動議は成立いたしております。お諮りいたします。ただいまの井上議員の動議のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって井上議員の動議のとおり決します。なお予算特別委員は全議員66名の方々を指名いたします。本日はこれをもって散会いたします。